こんにちは、優しい音楽チャンネルのゆうじです。今回は前回に続いてエアドナインスを取り扱った動画です。今回のはちょっとバンドアンサンブルとか多重録音で使うとかっこいいエアドナインスです。で、内容としてはエアドナインスをギターで弾いてベース音だけ変わるっていう感じですね。ちょっとベース音を意識してしながら全体のコードの響きをちょっと聞いてみてください。では本編どうぞ。